れは妖魔界に伝わる若返りの杖なのじゃ。うっかりバス停に忘れたのを誰かに持っていかれてしまったようでの。なんと、そいつは不貞野郎でうぃす。やはりそうであったか。まったくもう、私の杖で遊ばないでタモレ。すまんすまん、年がいもなくはしゃいでしもたわい。でもその杖本当にすごいよね。きっといたずらに杖の力を使ったせいで暴走を始めたのじゃ。このままでは町中の妖怪が赤子になるまで若返らせてしまうであろう。もんじゃもんじゃ、よちよち杖赤ちゃんにいた。